はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。今日はですね、僕の一日的な動画をちょっとチャレンジしてみようかと思います。で、今日の予定は、そんなにないんですけど、ほとんど休日みたいなもんなんですけど、ちょっとね、レンタルジムをちょっと借りてみたんですよ。で、ちょっと筋トレ風景の撮影も撮れるなってことで、まずそれをやることと、で、その前にちょっと動画撮影、実写の動画撮影をやって、で、チャリティー企画の生放送がベブラとあるので、今日はそれをやって筋トレに行くって感じですね。で、まずね、ちょっとお昼ご飯を食べてないから、ちょっとお昼ご飯を今から作ります。はい、というわけでまずご飯作りね、筋トレの2時間ぐらい前にいつも作ってなんか食べます。で、今日は料理動画単体というわけではないので、もう本当にね、結構リアルなあるもので作ります。で、今日は鮭とすごいもう前ほぼ前に使ってるね、めんどくさい時のカットほうれん草、冷凍のやつと、いつ買ったかわからないこのパスタで、なんか味付けはちょっとなんかどうしようかな、あるものだ、この前のマジックソルトでいいか、なんかあるもので作ります。ケチャップとかもあるから、なんとか何かできるでしょう。というわけで、とりあえずご飯を作っていきます。よいしょ。で、これさ、もうどうせ油鮭から出るから直接いっちゃうか、直接いっちゃおう。もうね、なんか今日のこの飯は料理動画みたいに、料理ってより多分なんか焼いたものを食うっていう感じになる。ちょっと弱火ぐらいでじっくり焼けば多分問題がないはず。 OK、 よいしょ。これでパスタの放置、とりあえず弱火で焼いて繰り返してって感じだね。本当はね、今日もうちょっとちゃんとした料理を作りたいなと思ってたんだけど、なんだかんだ時間がなくて結構リアルな食事になってしまった。でもね、ほんとこんな感じっすよ。この前紹介した筋肉飯をほぼ毎日食べて、たまになんかこういう簡単なものをね、ただただ焼いて食べるみたいなのをずっと繰り返してる。魚のすごい脂が出てくるから引かなくてよかったね、ちょうど。普通に削って、なんかパスタを普通に入れて、ほうれん草も入れちゃって、もうね、適当にマジックソースで味付けしただけだけど全然美味しい。うん。で、ちょっと多いから、これ2食分くらいで食べようかな。1食ではちょっとね、お腹パンパンになっちゃうから。だいたいいつも YouTube か Twitch 見てるんですけど、Twitch は、こういう COD 配信者がやっぱり多いかな。別ゲーはあんまり見ないですね。で、彼は、ツーパックって言って、今シカゴの、サーチアナリストかな。で、もうサーチの神って言われてる人なんですけど、昔から、本当に昔から海外のサーチトーナメントずっと勝ってきた人なんだけど、本当頭のいいプレーがすごいね、うまくて、すごい参考にさせてもらってるんですけど、でもね、今はね、ちょっとね、海外のね、COD配信者みんな、プロも含めね、もうウォーゾーンの配信ばっかりで、あんまりこう、e スポーツルールで参考になるっていう配信があんまりないんだよね。はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。というわけで今日はですね、皆さん、コントローラーのこのスティックがちょこっと勝手に動いちゃうっていう時ありませんかね。腕が疲れちゃう。でもそれじゃあ腕のトレーニングになっちゃうから、こう胸を落とさないといけない。やばい。6レギュレギュレ7
やばい。膝ついてるよ、膝ついてる。いや、もうガチだ。やばい、しんどこれ。いや、ちょ待って、ちょ待って、待って、なんかめっちゃコメント欄笑ってますけど。はい、というわけで今動画撮影とチャリティー企画の生放送が終わりました。このチャリティー企画のこの生放送、今回なんかベブラに筋トレを教えるっていうやつだったんですけど、結構思ったより疲れちゃったんだけど、今から借りたレンタルジムに行って筋トレします。で、動画の編集とか、まあ、自分でやってるんですけど、僕はまあ編集は今日じゃなくて多分明日とかになるかな。よし、マスクと、いつもつけてるイヤホン、ワイヤレスのやつね、ゼンハイザーさんのやつですね。靴はね、僕ずっとナイキですね。まあやっぱ安いし、それ僕の足にぴったりくんで、お気に入り、やっぱ白が一番多いかな。はい、というわけでレンタルジムに着きました。で、今から筋トレやっていくんですけど、あんま重いダンベルがないんですけど、まあちょっとね、やれる範囲のことをやっていこうと思います。やります。とりあえずアップからいきます。もうね、パンパン。でもこれが気持ちいいんだよな。これから3投やろうかな。ここね、ここやります。で、今日もし時間が余ったら、家じゃできない、なんか
デッドリフトとか何かやりたいな、時間があればね。はい、というわけでお疲れ様でした。とりあえずじゃあこれから使った器具をあれね、アルコールで拭いて掃除して帰りたいと思います。またね、こんな感じでこういう動画見たいなって方はぜひグッドボタンよろしくお願いします。はい、今編集中なんですけど、出前でハンバーガーを頼んでしまいました。まあね、普段ほんと年に数回かな、もうジャンクフードとか食べるの。まあ、たまにはね、いいでしょう。筋トレも楽しんで、食も楽しむ。うん、いいと思います。なんかこれ、異常にキャベツが雑に盛られてるけど、まあ、いいかな。というわけで、お疲れ様でした。動画終わります。うわ、こっちの、サルサソースのやつの方が美味しそうだね。ちょっと、なんでレタスがこう、レタスの量おかしくないか。こんなもんかな。